こんにちは、鉄言です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はまたまた旅動画のつなぎとしてランキングではなく、おすすめ動画として、朝食バイキング7選をお送りします。動画内ではね、ビュッフェって言い方していますが、タイトルはね、朝食バイキングとしています。なかなかこのバイキングでね、ランク付けって難しいんですよね。やっぱり総合的に見るとね、こう続けがたいなと思います。もちろんめちゃめちゃいいよっていうとこもありますが、今回はね、厳選した7つは他のホテルとはちょっと違う特徴のあるバイキングを紹介したいなと思います。まあ、それでいうと、前回の朝食プレートであったアパホテルのもつ鍋なんかもこっちでも良かったかなと思います。またね、毎度ですけども、僕の好みがかなり考慮されてますので、軽い気持ちで見ていってください。それでは朝食バイキング7選、どうぞ。
はい、いかがだったでしょうか。本当だったらね、もっと紹介したいホテルね、いっぱいあったんですよ。めちゃくちゃ美味しいとことかもね、いっぱいありました。でも今回ご紹介したところは他とはちょっと違うので、同じような料理に飽きたなという方には、おすすめしたいところです。もちろんね、ハイクラスのね、朝食バイキングはもっといろんなものがあって、楽しめますか。あくまでも、ビジホとかシティホとかの、レベルで、ご紹介しています。本当はね、もっと旅動画ね上げていきたいんですけども、なかなかね都合がつかずね行けてないので、他のランキングもねちょっと上げていきたいと思いますのでよろしくお願いします。今回ねちょっと短い動画になりましたが、本日はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。